イーシッドのこのターンがこの戦いの最重要局面だと思って俺は慎重になっている。そんなことないわ。もうカムイちゃんいくらなんでも心配しろすぎるぜ。まだまだ長いんだ。残念ながらエピデミックのカードだけだった。僕だ。ああ感染率が上がり、そして病原体が3個現れる地域は青のシカゴだ。シカゴ！シカゴか。でもシカゴは基地が近いから結構移動しやすいんじゃないか。そうだな。そしてだ、もし今回アウトブレイクが起きるとしたらシカゴしかないってことだ。いや、そういうことだよな。さあどうなる。そして俺はもう引いたもう一枚のカードはメキシコシティだった。色は黄色だ。うん、さあそれじゃあ運命の感染カードを引かせてもらう。頼むぜイーシッド。青のパリ。お検疫官、パリは、いや、お金が分からない。私がいる地域の隣の地域だからね。次だ、青のロンドン。おお、おい検疫官、素晴らしい。様様頼る気してるぞ。ああよかった。なんとか1回目のエピデミックはこれで防ぎ切ったということなのかな。ああ、いや、これで被害を最小限に抑えることができたということができるかな。ああ上出来だぜ。つまりこれはフーコのグッチャーによって被害を最小限に抑えることができたわけだな。今それを言ったんだ。さあ M の番だ。オッケーだぜ。さっき話し合わせた通りにしてよね。そうだな。サンクトペテルブルクが出てねえのが唯一の気がかりだが、まずは行こう。フーコ。はい。サンパウロまで飛んでもらうぜ。了解。私はこのイベントカードを空輸でサンパウロまでひとっ飛び。よし。そしてだ、そうだな、そして俺はチェン内に行ってチェン内のカードをイーシッドからもらうわけだが、ここでどうするかだよな。そうだな。ツッティ、カムイちゃん、ちょっと来てくれ。何？いや、今エームが次の行動どうしようかすごい悩んでる。君たちはどう思ってるかなと。なかなか難しい局面になってきたわね。うん、次移動しやすいデリーに移動しておくべきか、うん、それともチェン内に行って病原体を一つ取り除くか、うん、どうしよう、どうしたらいいと思う。やっぱりその二択しかねえってことかな。病原体を取り除きたいのはもちろんだけど、うん、
まず治療薬を一刻も早く作りたい。うん、それを考えるとやっぱり移動しやすいデリーに移動しておいた方がいい。そうね。そうだな。俺もどちらかというとそちらに同意する。うん。問題としてはサンクトペテルブルクに、うん、本人が行ったとしてもそこでいることでこう薬を除去するっていうことが今の今だと難しい。病原体をその掃除をするっていうことが今の状況だと近々ではできないから、うん、その二択になるってことなのかな。そうだな。うん、俺的にはシドニーがちょっと気になるんだよな。ああ、うん、お前もか。いや、俺も実はちょっと気にはなっているんだよ。いつかは行かなきゃいけねえところだけど、うん、遠いんだよな。それか、あるいはホームに戻ってシカゴを掃除するか。いや、俺はシカゴの掃除はまだいいという博打に出たいと思っている。そうか。でもシドニーはこの基地のあるアトランタから 1,2,3 手番で行ける距離になるよ。なるほど。うん、あ、なるほど。思ったより近いんじゃないかな。そうだな。はあ、裏側だと思ってたけど、案外チケットな。私はチェンナイに行って掃除をするのがいいと思う。今誰もアジアの方に行けていない。アジアで何かあった時に対応できる人間を送っておくというのもいいことではないかと思う。それとチェンナイの通る時に1個取ることで、最終的に私は黒の治療薬ができた時に黒の病原体を根絶するというのもちょっと考えたいと思っている。というのは今回は衛生兵がいないので歩いた時に回収するということができない。だから広がった時に対処するのがすごく難しい。だから難しいとは思うけど、なるべく根絶できる方向でも受けたらいいなっていうふうに思っているんだけど。よし、フレンディの言う通りだ。俺はチェンナイに行こう、とりあえず、うん、そしてイシッド、お前のチェンナイ、俺にくれ。俺のチェンナイ、お前にやる。そしてついでと言っちゃなんだが、チェンナイの掃除をしていこうじゃねえか。よし、あとは基地に戻るだけ。俺はデリーに行くぜ。よし。おいおい、エーム、なんだそのやらしい手つきは。さあ、何が出るかな。俺は黄色のハルツームと、イベントカード、政府の援助をゲットしたぜ。いえ、調査基地を一つ、いずれかの都市に都市カードを使わずに配置することができる。うん、これ、今使っちまうか。そうだ、そうだな。今使っちゃうのいいと思うよ。うん、じゃあ、もう立てちまうか。ああ、それがいいんじゃないか。それがいいと思うか。おい、石戸、どこに立てる。そうだな。みんなどこがいいと思う。ああ、なんか意見はないのか。じゃあ、選択肢をちょっと書いてみるか。ああ、頼む。まずは、まあ、エッセンにもう立てちまうか。ああ、まあそれが一つだな。病原体が密集してる地域だからね。ああ、うん。あとはどうだ。あとは黄色の地域に今すごく行きにくいから、黄色のラボスとどうだ、ボゴタ、ボゴタあたりか。なあ、そうだな。ああ、そのあたりになると正直かなり移動が楽だ。うん、黒な。移動できる選択肢から考えてイスタンブールなんかもいいだろう。イスタンブールか。まあこんなところか、うん。あるいはアルジェであれば一歩でマドリード、青ゾーンのマドリードにも行けるし、 2コードを使えば、ハルツームにも行ける、うん、ハルツームは黄色だ。アクセスはいいのか。なあ、そうだ。その決定的なところっていうのが黄色へのアクセスの良さと考えるのか、それとも黒、青、黄色、これらを網羅することができるというポイントで考えるのか、エッセンからロンドン・サンクトペテルブルグの検疫を一発で可能にするというポイントで考えるのか、あ、このいずれかといったところだろうな。いや、ここはまず目先のことを見るべきなんじゃないかと俺は思うな。そうだね、基地は6つまで建てられるんだから、ここで出し惜しみする必要はあまりない。だとするならば優先順位として
一番大きなアクシデントを防げるような選択肢を選んだ方がいいってことかな。そういうことだ。今一番大きなアクシデント目の前に迫った危機というのはサンクトペテルブルクのアウトブレイクだ。ああ、確かにそうだ。確かにそう。なあみんな、うん、一つだけ言ってもいいか。ああどうした何。ああヨハネスブルグに拠点を作るのはどうだ。ヨハネスブルグ。ヨハネスブルグ。ああちょっと俺の考えを言わせてくれ。ヨハネスブルグ。まずこのターン俺の番でヨハネスブルグに基地を作る、うん、この後私がサンパウロをネジに渡すんだよ。この後サンパウロをフーコがネジに渡す、うん、そしてその足でヨハネスブルグに向かう、うん、そして1,2,3 で、次のネジの番で、うん、ヨハネスブルグまで行き、1,2,3 受け取ることができるな。そしてヨハネスブルグを受け取る、4受け取る、うん、すると例えばそれまでにエピデミックなどのアクシデントが挟まれたとしてもその計画が狂うことはないんだな。いや、ちょっと待ってくれ。よし、いや、悪くないけどと思う。フーコがヨハネスブルグまで行く、うん、そしてネジーの番で空輸を拾い、うん、ネジーがヨハネスブルグに空輸で行ってもらう。空輸で行く。これは1手番で終わるよな、うん、そうだ。そしてヨハネスブルグから、ヨハネスブルクからまあ移動できる場所としてはデリーかアトランタしか今の時点ではないな。そこに仮に基地が立つのな。待ってくれ。イベントカードを拾って空輸でヨハネスブルクに行く1行動。ああそうだ。ヨハネスブルクをもらう2行動。ああ政府の援助を拾う3行動、うん、政府の援助を使って、うん、なるほど政府の援助を使ってここら辺にどこかに基地を建てる、うん、そして4行動目なんだな。4行動目で移動して終わるになっちまうな。あそうだ。行って足りねえな、くっそ。あかなり惜しい何かを感じたぞ、うん、今なんかねえかなそういう移動の仕方。そうだな。メキシコシティできねえか。あいや待ってくれ、あの俺が空輸で移動させるのは何も自分じゃなくてもいいんじゃねえのか。私をエッセンに返せばいいんじゃねえか。あいやそれはそれでいいんだが、そうすると今度はネジがヨハネスブルグに行くにはどうしたらいいかって問題になっちゃう。そうなんだよね。そうなんだよね。ああそうか、一番最初のことだからな。そうだ確かに。ああそれはすまなかった。かあいや悪い、一つだけ言わせてくれ。ああ俺は今の時点で、あこれは一つだけ言わせてくれ。正直これはみんなから大賓縮を買うかもしれないと思ってるんだが、ここでアウトブレイクが一度二度起きることは俺はやむなしだと思っている。いや何を優先すべきかと言ったら、うん、そういうことだ。最終的に全世界に平和をもたらすことだと思うから、まあ確かにこの今現状に向かい合ってる以上、一度二度のエピデミックなどのアクシデントは覚悟はしなきゃいけないと思う。いや本当にそうなのかしら。いや正直なところだな、今の時点でアウトブレイクが一度に起きたところで、この後の感染がさらなる深刻な状態になるかと言われると、俺はそうではないと感じてるんだ。この局面で例えばシカゴ、あまあどういう手順でエピデミックが起きるかどうかについては別だけどな、シカゴ、それからロンドン、サンクトペテルブルク、これらの3カ所でエピデミックが起きた場合、アウトブレイクが起きた場合、いずれにせよ広がるのはまだ病原体コマが1つしか乗っていない地域にしか感染が広がらない。2箇所、病原体グマが2つ以上乗っている場所についてはその後連鎖的なアウトブレイクが起き大変危険な状態になるということが予想できるが、病原体グマが1つしかないということはさらなる
さらなる不幸がないと連続したアウトブレイクは起きにくいということができる。つまり例えば感染の度合いを確認したときに、ロンドンでアウトブレイクが起きてパリに広がった感染がさらに感染の拡大でパリに病原体抗が乗るというような状況だな。ああ、言いたいことは分かる。それでどうするつもりだ。ああ、そこまで言ってのパリではアウトブレイクが連続しては起きない、ここが問題、うん、あのポイントだっていうことが言いたいんだ俺は。うん、だから、AM がさっき言っていたヨハネスブルクに移動する、ヨハネスブルクのカードを俺が受け取る、フーコのカードだな。これらの行動を今優先して行っても、先、将来俺たちの生存ということで考えるんであれば、いや、パリやエッセン、サンクトペテルブルクの住人には大変申し訳ないことだが、全世界的な目で見てそれ以上はちょっと言えないな。お前はこう言いたいんだろ。ダイを取るんならショーを殺すって言いたいわけだ。それでいいのか。いやいやいや、ちょっと待て、まだ最後まで終わってないだろ。その見方で徹底的に考えると、突き詰めていくとして、最終的にネジはそういう犠牲をもってしてもどうしていきたいんだ、どういう行動をこれから全体で取っていきたいと思ってるかを聞かせてほしい。ああ、俺が考えていることは最初から一緒だよ。仮に俺が2年前死んでいたとしても、今死んだとしても、地球の人口、人類が救われるんだったら俺はそれで構わない。そしてそう思っている住人は決して少なくない。そういうことが言いたいんだよ。そんなわけねえだろ。死にたくねえよ、俺はよ。そんなのでよ。だからこそだ。だからこそ、これ全人口が滅亡するような事態を避けるために俺たちは行動しなきゃいけないという話をしてんだ。冷静に場面を見るべきだ、AM。おいおい、俺は冷静だよ。だったらアウトブレイクが連鎖するような地域がここにあるんだと。実際に一回アウトブレイクしたらどんどん広がっていくんだぞ。もしかしたらそれが抑えられないかもしれない。いや、確かにその可能性については俺も考えた。だがこの局面でまだ感染の拡大が起きにくいと思える瞬間にこそ、多少の我慢をしてでもその先の未来をつかむために行動すべきだと俺は言ってるんだ。まだ考えるべきじゃないかな。うん、冷静に盤面を見た時にここに一個駒が置かれることが後々どれだけ痛い目に遭うかっていうのを何回も経験してきてるでしょ。なあ、そうだ。さあ、これはあくまで比較論なんだが、前の大災害の時、俺らが命からがら気を出したあの状況と比べれば、まだ完全な細菌被害に見舞われてる段階ではないので、前回はもう俺らがどうこう手を立てる前にガラガラと立て続けにアウトブレイクやエピデミックが起きたっていう状況と今を比較するのであれば、どちらにしても俺たちがどれだけ手を尽くしても、前回はガタガタと、細菌の被害が蔓延したわけだから、それよりももう少し状況落ち着いてるっていう、ポジティブな見方をするならば、ネジーの考えは俺はあながち間違ってないと思っているんだ。前回のように広げてもいい。ああ、だからこそ俺はアウトブレイクさせたくねえんだよ。確かに一度起きると止めどもないというのがアウトブレイクの恐怖ではある、うん、だがもう一度言うが、パリ、エッセン、ニューヨーク、こういった都市でアウトブレイクが連鎖的に起きるというのは非常に今の状況考えづらいということをもう一度 M 考えてみてほしいんだ。うん、俺もそれは、その見立ては俺はネジの考えは間違ってないと思うんだ。いや、俺はその状況をそう悲観するんではなく、ポジティブに受け取りたいと思う。今、俺たちの手元には黄色いカードがある。それはつまり黄色の病原体に対する特効薬、治療薬を発見する目があるってことだ。なあ、そうだな。その可能性を俺は追いたい。じゃあ医師とは俺が言う、今のうちにカードを集めるべきだという意見に賛同してくれるんだ。
まあそもそもこの黄色のカードを集める案、AM が最初に発案してくれたからこそ、俺が今、いやお前の意見は正しいと思うぞということが言いたくてずっとまあ話していたことではあるんだがな。だが治療薬ができるわけじゃないんだぞ。まあもう一枚必要だということにはなるな。ああ、ここでアウトブレイクが起きないことに。おいおい、ちょっと待ってくれよ。必要なもう一枚は、お前ハルツーム持ってるじゃないか。そうだよ、基地がヨハネスブルクに立つんだろ。でハルツームのカードを A もお前は持ってるんだろ。ああ。でお前はデリーにいるんだろ。ああ。いや、ヨハネスブルクに俺が2枚目のカードを受け取った、いや4枚目のカード、ヨハネスブルクで俺が4枚目のカードを受け取った時点で、次の時にお前が移動してきて俺にハルツームのカードを渡してくれればいいっていうだけの話なんじゃないのか。ああ。そうすると、治療薬はできるだろう。だがアウトブレイクは避けられないだろう。なるほどな。ああ、まあ確かにそうだ。まあここはアウトブレイク起きないことを天に祈るしかないが、少なくとも俺の手番では、俺はサンクトペテルブルグにこのメキシコシティのカードを切ってでも俺は移動して病原体をなんとか片付けたと思う。うん。だから AM ちょっと問題を整理したいんだが、今 AM が悩んでいるポイントは、ヨハネスブルグに、政府の援助で基地を建てるか、それとも建てないか、つまり黄色のカードの受け渡しを優先するか、それともサンクトペテルブルグ、ロンドンのアウトブレイクを防ぐことを優先するか、そのどちらかということで合っているな。ただ俺は確かに政府の援助で1回目はヨハネスブルグに作っていいとは思っているんだ、うん、そして次の番でフーコがヨハネスブルグを渡せばいいんじゃねえのかってことだ。俺が言いたいのは、空輸を使うのはフーコにして、フーコにエッセンに飛んでもらってアウトブレイクを防いだ方がいいんじゃねえのかって俺は言いたいんだよ。いやエーム、いやいい加減目を覚ませよ。俺たち本当にこれで、俺たちこれで本当に全世界の人口全てが滅亡してもいいっていうのか、お前は。そんなことは言ってねえだろう。ただ確かに昔からある問題だよ。全体を救うために一人や二人の犠牲っていうのは、それが許されるのかどうかっていう話はな。だけどよ、俺たちはこの盤面、少なくとも全人類を救えるかどうかっていうのが俺らの手にかかってるわけだろ。だとしたらいいよ、青のアウトブレイクが起きるの起きないのっていうことについての責任は俺が取る。まあ命に代えてどうにかなるような問題じゃないってのは分かってはいるが、お前が文句を言いたときは俺を徹底的に責めればいいさ。だけどそれでも俺はこの黄色の新治療薬を開発するのが先だと思うね。ネジ、お前が責任を取るって言ったな。うん。リーダーは俺だぞ。責任を取るのは俺だ。俺は政府の援助を使ってヨハネスブルグに拠点を作る。感謝するよ。まとまったみてえだな。だが治療薬頼んだぞ。いや、任しとけよ。これで黄色は安定だな。さあ運命の瞬間だ、エーム。そうだな。これでサンクトペテルブルグがアウトブレイクしたら笑えねえぜ。シドニー、赤のシドニー、そしてシカゴかと思ったぜ、ニューヨーク、青のニューヨークが一つから二つ、そしてシドニーも二つから三つじゃった。喉元かすめてった感じで。でもアウトブレイクしなくて本当によかった。さあフーコ頼むぜ。そうだ、さらにもう一回アウトブレイクの恐怖は続くからな。私がやるべきことは一つだけ、サンパウロからヨハネスブルグに。早いぞ、早いぞフーコ。サンパウロを渡してくれ。カードをくれ。忘れてたわ、サンパウロのカードをネジ
に渡す。それが私の今一番最初にやること、うん、こういう息抜きがないとやってらんないよな。そして次に私がやるのは残りの 1,2,3 コードを消費してヨハネスブルグに移動すること。ああ、うん、私は今できるのはこれだけ。そしてこのプレイヤーカードを引くね。イベントカード、人口回復のカードが出た。おお。そしてもう1枚が赤のシドニーです。なるほど。ああ、人口回復のカードってのはどんな効果があるんだ。人口回復のカードは感染カードの捨て札からカードを1枚を取り、そのカードをゲームから取り除く。このカードはエピデミック時の感染と度合いの増加ステップの間に使用することができる。なるほど。徹底的に危険な都市そのものを取り除くことができるということだな。その通りね、うん、エピデミックの時にもう一度そのカードが出てくることはないっていうこと、うん、これはどうだ、どう見る、今使っちまうべきか。いや、感染の度合いが確認されている、感染が確認されている都市からということになるから、今の時点で選択できるのはロンドン、ロンドンはもうすでに3つ出てるからな。ロンドンのパリ、シドニー、ニューヨーク、この中から選ぶということになる。ロンドン、パリ、シドニー、ニューヨーク。俺は使うならシドニーだと思ってる。なるほど。あー、なるほどな。そうだ、検疫官さえいりゃエッセン、ロンドン、サンクトペテルブルクが安泰だと考えて、うん、シドニーを。確かに遠いし厄介だ。もうこの瞬間にこれ以上の感染が起きないように人口の回復を望むということか。ああ。確かにここで赤が広がられると厄介だね、うん、あるいはシカゴ、ロンドン、サンクトペテルブルクがどうだ。いや確かに若干気の早い気はするが、シドニーを抑えておくのはこの局面いささかやりすぎということもないだろう。そうだな、アウトブレイクの広がりということで言えばシドニーはまだ安全なところだが、いや悪い手ではないと思うな。なあ、この感染の拡大の特徴から言うと、この後さらなる感染が何度も何度も繰り返しエピデミックの後に確認される可能性があるのは大阪とシドニー、この赤の範囲ではこの2都市しか今の時点ではないんだ。そうなんだ。ということはシドニーを抑えておくと移動やなんやらということ、まあな、この俺たちが行動している間シドニーがこれ以上感染することはないということを考えると、かなり思考に余裕が出るという言い方をすることができる。うんうん、みんな、時には大胆な迅速な判断が重要だったりもする。今、ずんずん前に進んでいった方がいいかもしれないぞ。つまりどうしたいって、前ってのはどっちだい。ん？つまりカムエちゃんは何をどうしたらいいっていう話をしてるんだ。さっきからお前の意見は随分とぼんやりしている。ぼんやりは顔だけじゃねえってところを見せてやるよ。おう、まずは選択肢のおさらいだ。そうだな。ああ、まず人口回復をこのタイミングで使うか使わねえかだな、うん、どうするかだ。いや俺は使うべき第2票入れたいな。私も使うべきであるとは思うよ。ああ、俺はどん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 使っていった方がいいと思う。なら答えは出てるじゃないか、使った方がいいだろう。私は使わない方がいいと思う。だって使うタイミングを選べるのに、今使わなくてもいいところに使わなくてもいいんじゃない。おいおいフレンディ、それは聞き捨てならねえな。今使わなくてもいいって一体どういうことだ。今3の場所はすでにカードが出てる。それよりもどんどん集まってしまって集中してるというような盤面ができた時に、そこに使ったらどうかしら。盤面ができてる時にはもう手遅れに近い状態だということを俺は言ってるんだ。今のうちに手を打つことが悪いことだと俺は思えないが。私が言いたいのは、より大変な状況になった時に使えなかったら大変でしょって言ってるのよ。